システムをコントロールするっていうトナーがあるんですよ、はい、携帯から出るブルーライトとか、そういうところもカットしてくれるので、それでもつけていただきたい。ツヤ肌名人の友香社長です。今日はですねスペシャルゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介をよろしいですか。はい、はい、ゲーバーゴリマッチョのママやってます油奈美恵です。よろしくお願いします。お願いします、はい、いつもお酒を飲んでます。ただの足立です。よろしくお願いします。いやー嬉しいです。今日でも肌のツヤすごすぎて。いや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 、とんでもないです。ツルツル、化粧直ししようかなって感じ顔で。いやいや、そんなそんな。いやもう嬉しいです。確かに肌綺麗だもん。いやそんなそんな全然なんですけども、本当にあの来ていただいたということで、うちの化粧品を使っていただきたいなと思って、はい、各お悩みに合わせたアイテムをカスタマイズしてプレゼントをさせていただこうかなと、はい、思ってます。でも欲しがりなんで全部全部もう全部もう全部だよ。憧れてた。見てからね、かわいそう。そんなそんな。ティファニーブルーで。後ろにあるぐらいから撮ってもバレないから。ちょっと撮ってもらう。確かに。全部悩みなんですよ。お伺いしてもいいですか。なんか化粧で、はい、やっぱ鼻とかの毛穴を埋めるのが得意で、うん、毛穴と、あとはもう全部。あ、もう全部。全部鼻の上が毛穴、とにかく毛穴。乾燥とかってありますか。乾燥はあんまり感じないですけど、お風呂上がりになんかちょっとやんわり肌断食みたいなしたら、うん、ちょっとここだけカサカサになるかなぐらい。あ、じゃあどちらかというと姿勢肌よりって感じ。多分そう、悪いとこ取りの肌の。でも全然おしみとかないですよね。いや隠すのが得意なんですよ、なんか真っ白ですハイライトのおかげじゃあ一番はもう本当毛穴の開きとか、毛穴の時期本当にそうですよね。とにかくすっぴんで歩きたい。ちなみに今使ってるものってなんかどんなものというか。使ってるのは、うん、はい、そのなんかドクターズコスメとかじゃなくて、本当にアマゾンで買えたりとか、はいはい、そういうなんかバズってるなとか、気になる使ってみたいのをなんか自分で集めて使ってる感じ。あ、なるほどなるほど。毛穴に特化したものをちょっと取り入れて一応サッパリタイプとか、そう、ちょっと知識でも買い集めたのわかりました。じゃあ肌診断とかも取らせていただく機会また別で取ろうとは思うんですけど、ざっくり聞いたお悩みで皮脂腺をコントロールするっていうトナーがあるんですよ、はい、アゼラインさんっていう、まあ、ピーリングなんですけど、ドクターズコスメの中でも最近話題の成分でトナーにしてるものがあるので、ぜひ話題のやつは全部ぜひ全てください、はい、それを導入とか化粧水の役割でちょっと入れていただいて、その後にパックとかもすごい合うと思うんですよ。パック大好きなんですよ。あ、大好きですよね、きっと、うん、なんかパックやっぱり夏時期は皮脂腺のコントロール、あと毛穴を締めるっていう意味合いでもすごくいいので、この2つはぜひ使っていただきたいのと、あとはおしみとかは特になさそうなので、どちらかというと日焼け対策とか、日焼け止めなんですけど SPF50 プラスとか、あと PA4 プラス、まあ結構高配合、紫外線の防御力も高いので、日中出るときに使っていただいたり、あとは室内でも携帯から出るブルーライトとか、そういうとこもカットしてくれるので、室内でもつけていただきたい。携帯ほんと1日20時間ぐらい見てる本当にブルーライトまみれ顔が夜出るだけなんで、その日中も寝てるから、そのやっぱかまけて、それに塗らないんですよ。やっぱり出る時だけしっかり塗るんですけど、うん、そうですよね。意外と室内では皆さん日焼け止め塗る習慣ないと思うんですけど、意外とそういう蓄積でシミシワの原因になるので、日中も使えるもので作ってるので、使っていただきたいです、はい。ママはお悩みとしては、はい、自分はやっぱり毛穴と、はい、あとね1年ぐらい前から顔に赤みが出だして、はい、なかなか治んなくて、治らないですか。どうすればいいかなと思いまして、赤みはヒリヒリしたりとかはなく常にっていう感じですね。常に割と結構隠してるんですよ、なんか補正のファンデーションで、はい、ファンデーションで隠して、はい、あ、意外と、ね、分からないですけど、ナチュラル、ね、お隠しだそうすごい綺麗に、そうもしかすると視線によって毛細血管がちょっと拡張しやすい、生まれつきでなくてもいきなりそういう風に発症する場合もあるので、化粧でできることとしては皮脂腺をコントロールするっていうところと、あとまあ治療としては毛細血管をやっつけるような治療とかもあるので、それを組み合わせるとすごくいいかもしれないですね。で、お化粧品としては足立さんと一緒のものなんですけど、そういったアゼラインさんが実はですね、海外で出産のお薬とかそうい
ていうニキビのお薬に、あ、そうなんです、はいはい、使われてて、それの概要として化粧品で作ってるんで、それちょっとぜひ使って、はい、めっちゃ気になります。はい、あのつけるとちょっとピリッとするんですけど、はい、それがすごく効果的で毛穴も締めるし、皮脂腺もコントロールするしっていうので、すごいお肌に合うと思います。だからもっと綺麗になっちゃうかしら。綺麗に並べなやめてやめて。顔効果こちらと、あとママにも同じくあのエクソソームって今話題だと思うんですけど、はい、よく聞きますよ。はい、お肌の元気にしてくれたりとか、であと赤みにもですね、炎症をやっぱ抑える効果もすごい重要なので、はいはいはい、できたら野菜室とかにこう冷やしておいて、夏の間は、はい、ああそうなんですね、はい、お風呂上がりにちょっとパック毎日してみていただきたいです。わかりました。はい、はい、あとは結構クレンジングと洗顔もそういったちょっと毛穴のお悩みにすごい重要なんで、うちのソフトピーリング入ってるクレンジングとか洗顔もすごくこだわってるので、はい、ぜひぜひちょっと使ってみていただきたいです。やだ、嬉しい。だから化粧として帰ろうかな。絶対やだ。やだやだ。こういうのなかなか使う機会が私ないから今まで。そうですよね。なかなかクリニックってちょっとハードル高いですよね。はいはい、自慢できる友達に。あ、嬉しい。ドクターズコスメ使ってるみたいな。しかもこれかなり映えだからね。もう容器も、はい、そうですね。コンセプトとしては日本人向けに作ったレチノールコスメっていうのが、はい、一番のコンセプトなんですよ。レチノールダウンタイムって結構あるものが多いんですけど、そういうのも少ないですし、マイルドに効果が実感できるっていうのが売りですね。肌診断とかもお時間取らせてもらってまた見せてください。お願いします。はい、ですね、AT の化粧品をちょっと使ってみていただきたいということで、ママと佐々さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。どんどんツヤツヤになってもう夜光り輝いてるので見に行ってください。光源光源光源になります。